ルトムント応援せざるを得ない理由がこちら。2013年に CL 決勝進出するも敗れたドル。その時のメンバー2名が11年の時を超えて再び CL 決勝にカムバック。11年前はクロップ政権、ゼブ・アンドフスキもクバもグロスクロイツもデュンドアンもキシュチェクもシュメルツァーもブアイデンフェラーもマニももういないけど、ロイスとフンメルスがいる。あの頃のおとぎ話の続きが見れる。ロイスにフンメルス、時が経って大ベテランになったな。頑張ってほしい。そして12年在籍のドルトムントを去ることが決定したロイス、その最後の試合が CL 決勝となる。ロイスのために優勝を、と言いながら余裕をかまして優勝を持っていきそうなマドリー。ロイス、ドルトムントでの最後の試合が CL 決勝とか胸アツだな。ロイスとフンメルスのラストシーズンに CL 決勝って漫画並みにできすぎやろ。漫画ならバイアン対ドル再びなんやろな。さらにドルトムント監督のテルジッチにもドラマが。ドルトムント監督、テルジッチの物語。2012年にクロップ率いるドルトムントがブンデスリーガで優勝した時、テルジッチはサポーターとしてスタンドにいた。12年後、彼はドルトムントを率いて11年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝の舞台に導いた。ドラマすぎる。何それすごすぎるでしょ。どういうステップアップだよ。くさ、日本じゃライセンスがあるからこんなことは起きないね。そういえばドルトムントの監督って誰だっけって思っていたら、裏にこんなストーリーがあったんだね。興味深いな。当時のテルジッチは一応ユースのスタッフだった。その全てを理不尽に破壊するのがレアルマドリード。